全能者、ハリストスのイコンは、キリスト教におけるイエスキリストの呼び名の一つ、イエスキリストにおける情性の威嚇的結合を示す。聖教会においては、現在も使われている、祈祷書に登場するが、この場合、神人と読まれる。日本聖教会の不主教セルギーチ・チホミーロフによれば、イース・ハリストスが新人となったことは、神が人になった。 そして人になっても神が神であることを失わないと説明されと理解される。正法教会においてもイエス・キリストにおける新人良性の威嚇的結合は認められる。アンセルムスがなぜ神は人となりしかを表している。ただし、新人という語彙が単体で使われる事例は正法教会においては多くない。新人的は新人良性行為は トルビが振られることにも見られる通り、西方協会の媒体では、通常、新人と読まれている。ありがとうございます。